リヒテンシュタイン家の紋章リヒテンシュタイン家は、ドイツ南部のバイエルンシュバーベン地方のドナウベルトを発祥とするドイツ系貴族。その一族は、オーストリア東部のウィーン州をはじめ、チェコのボヘミア地方とモラビア地方、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア北部のトランシルバニア地方、ポーランド南西部のシロンスク地方、スロベニアなどに分散している。リヒテンシュタイン家の当主は代々、 海 RST の称号を継ぐ。それとともに、新生ローマ帝国期の両方国家を引き継いだ、小国家である、リヒテンシュタイン公国の国家元首の地位をも継承する。リヒテンシュタイン公国は、極めて小規模な国家だが、リヒテンシュタイン家が、国外に持つ所有地は、公国の何倍もの面積にもなる。リヒテンシュタイン家はこの財力を基礎として、18世紀以来、文化、 芸術の保護者としても活動している。また、リヒテンシュタイン家は、広告から歳費を支給されておらず、経済的に完全に自立している。リヒテンシュタイン家が使有する財産も、広告とは、無関係に、ハプスブルク家の重心として蓄積されたものであり、むしろ広告がリヒテンシュタイン家に、経済的に従属しているミスラある。また、現在の君主ハンスアダム2世は、 オーストリア国籍も有している。リヒテンシュタイン上リヒテンシュタイン家の名が初めて歴史上で使われたのは12世紀にドイツ系ボヘミア貴族のシュバルツェンベルク家のハインリヒがウィーン近郊にある城を築いたことを由来とする。後にドナウベルトの以来リヒテンシュタイン家は諸公の資格を持たない下級貴族ながらも神聖ローマ帝国の一部であったオーストリア。 地方北東部にあるドナウ川上流流域にあるニーダーエスターライヒの一部などの漁師家として継続した。14世紀からはオーストリアの漁師となったハプスブルク家に仕えた。16世紀には三夜に分家するが、長男のカール一世は1608年に公爵の称号を与えられた。そして30年戦争中の1623年に戦争継続のために 子外の貴族を諸侯に助釈する直所を乱発していた、時の神聖ローマ皇帝フェルディナント二世儀の手により、帝国諸侯に助任された。1699年、カール一世の孫ヨハンアダム・アンドレアスは、オーストリアの西にある、シェレンベルク団諸漁を購入してその漁主となり、1712年には、隣接する、ファドゥーツ博漁を購入、シェレンベルク団諸漁に合わせて領有した。 この二つの書領が現在のリヒテンシュタイン公国の前身である。ファドゥツ伯領購入と同じ年、ヨハン・アダム・アンドレアスが死亡し、カール・一世が帝国諸行に昇進した時に、一族の三分家の間で結ばれた契約に従って、カール・一世の弟・グンダカルの子孫が、リヒテンシュタイン公の称号を継いだ。1719年、アントン・フローリアンの時代に、 リヒテンシュタイン家の所有する二つの隣接した所領は皇帝によって神聖ローマ帝国に属する両方国家、リヒテンシュタイン公国として認められて当時のドイツに数多く存在していた両方の一つとなった。リヒテンシュタイン家は両方君主となった後もハプスブルク家を主君として使え、18世紀末の当主洋藩一世はオーストリア軍の司令官に就任した。 だが、1806年に新生ローマ帝国が解散されると、他のドイツ両方君主と同じように独立小国の君主になった。ウィーン会議後にはドイツ連邦に参加したが、オーストリアとスイスに挟まった位置のために1871年のドイツ帝国結成には参加することなく、そのまま独立国の君主として残ることになる。このまも、ま、一族は先祖から受け継いだ領土を、 ハプスブルク帝国内の各地に広げ、両方の外のプラハやモラビアなどにも領土を持っており、主たる拠択もウィーンやモラビアにあった。だが、1919年のチェコスロバキアの独立と、1945年のチェコの共産化やベネシュフ国によって、多くの加算が失われてしまった。これに代わって、リヒテンシュタイン家の財政を支えているのは、1921年に、 設立されたリヒテンシュタイン銀行である。1938年には、フランツ・ヨーゼフ2世がファドゥーツ城に移り、ここがクゲの居所に定められた。初代リヒテンシュタイン公爵カール1世。ありがとうございます。